年の競技校中の中学小学生中学生に対して感謝を露出するという公然わいせつ事件が発生しまして、同じ日に3件連続で発生した事件、新井刑事は同一犯だと睨んでいた。事件発生から3週間、懸命のパトロールにもかかわらず、再びわいせつ事件が起きてしまった。中学3年生になりました。下校中に校庭室の部屋になりました。